皆さん、こんにちは。80年代末から90年代にかけて女子プロレス業界に新たな旋風を巻き起こしたアイドルプロレスラーのキューティー鈴木さん。今回はそんなキューティー鈴木さんに関する生い立ちや結婚から流産経験と現在についての話をご紹介しましょう。キューティー鈴木さんは1969年10月22日埼玉県川口市に生まれました。兄弟には3つ上の兄と4つ下の弟がおり、男っ気の強い環境で育ったようです。小学生の時に当時全盛期を築いていた女子プロレスラーのタッグチームビューティペアの試合を見て大ファンになり、女子プロレスラーへの憧れを持ち始めました。中学3年生の頃にはクラッシュギャルズがクラス中でブームで、当時のキューティー鈴木さんは大森ゆかりさんのファンだったそうです。そして友達と一緒に女子プロレスラーを生で観戦しに行った際、クラッシュギャルズの試合を見て女子プロレスラーになることを決意しました。その後キューティー鈴木さんはしばしば周囲に女子プロレスラーになると言って回っていたようですが、誰も本気にしなかったようです。キューティー鈴木さんは高校受験直前となる1985年1月15日にフジテレビのスタジオで行われた全日本女子プロレスが主催したオーディションを受けました。応募条件として身長160cm 以上とありましたが、キューティー鈴木さんは 155cm しかなく、体重も足りていませんでしたが、どちらもサバをも読んで履歴書に書いたそう。また体を大きく見せるために肩にタオルを入れて撮影した写真を履歴書に貼ったり、身長を伸ばそうと専用の機材を通信販売で購入したりなど、涙ぐましい努力をしたようです。ただ身長は全く伸びなかったんだとか。この入団テストの受験者は2000人ほどで、第一次審査は前転と後転、そして平均台など簡単なものだったそうですが、キューティー鈴木さんは落選。キューティー鈴木さんは落ち込み、あまりに悔しかったため全日本女子プロレスの事務所に抗議の電話やいたずら電話などをしたと後に語っています。中学卒業後に日本女子プロレスへの入団が叶わなかったキューティー鈴木さんは、1985年4月に川口市立川口女子高等学校に入学。高校では中学校時代からやっていたハンドボール部に入部したものの、夏休みの合宿後に顧問の先生と喧嘩をしてしまったため退部したそうです。女子プロレスラーを目指して体作りをしようと柔道を始めましたが、柔道はほとんど役に立たなかったと後に語っています。同じクラスには同じく女子プロレスラーを目指していた同級生ムーン彩子さんがいました。二人で一緒に全日本女子プロレスに応募しましたが、今度は書類審査で落とされてしまったようです。二度目の落選を経験しても諦めなかったキューティー鈴木さんは、高校1年生だった1986年3月ジャパン女子プロレスが旗揚げするという情報を得てオーディションを受けました。実技試験で腕立て伏せや腹筋、スクワットなどをこなし、ジャッキー、佐藤さんとの面接を経て見事合格しています。両親からは高校卒業してから入団するように言われたようですが、キューティー鈴木さんは待つことはできないと反対を押し切って入団。ただ高校を中退することは先生からも反対されたため、しばらくは放課後だけ練習場に向かい、1学年が終了するとともに高校を中退しています。そんな中、同じ川口から後にライバルとなる尾崎真由美さんも通っていました。夢に邁進したキューティー鈴木さんでしたが、期待しかないというわけでもなかったようで、寮生活を始めるにあたり後には引けない不安から電車で尾崎真由美さんと2人で泣いたそうです。ジャパン女子プロレスはどんぶり勘定で経営されていたため、旗揚げ1年で潰れると言われていました。それを救ったのがキューティー鈴木さんのアイドルレスラーとしてのブレイクでした。当時男性向け週刊誌などで技をかけられて悶絶しているキューティー鈴木さんのエロティックな写真がよく掲載されていたようで、それがさらに女子プロレス人気を呼び込んだようです。しかし他の女子プロレスラーはキューティー鈴木さんの活躍が面白くなく、激しい嫉妬も受けていたようです。
試合でわざと顔を蹴飛ばされたこともあり、顔が腫れ上がってしまったこともありました。さらにそれを見たフロントから、大事な写真集の撮影の前になんてことするんだと、相手が叱責されたことでキューティー鈴木さんはますます団体内で孤立していったといいます。また芸能活動が忙しくなりすぎて、試合に出ることも嫌になった時期があったようです。なおキューティー鈴木さんは入団してしばらくは新人という理由でほとんど休養をもらっていなかったそうです。キューティー鈴木さん自身もそういうものだと思っていたため、文句を言わずに働いていたといいます。しかしある時、仕事だからギャラをもらって当然という話を耳にしたキューティー鈴木さんは、ジャパン女子プロレス本部に直接掛け合い、ようやくギャラをもらえるようになったそうです。そんなキューティー鈴木さんは2005年に原島秀幸さんと結婚しています。原島秀幸さんはシュートボクセアカデミーという総合格闘技ジムの代表を務めていた人物で、年齢は3歳年下です。ホストクラブで7年連続ナンバーワンに輝いたという経歴の持ち主でもあります。もともとはジャニーズ事務所に所属していた根っからのイケメンです。すでにホストは引退していると思われますが、親しい間柄の人にはずっと源氏名で呼ばれているのかもしれません。2021年当時49歳ですが、整った顔立ちはそのままに、エネルギッシュさも健在のイケメンですね。総合格闘ジムの代表を退いた後は病院事務員に転職しました。フィギュアや恐竜の化石を集めるのが好きと、かなりの多趣味なようです。キューティー鈴木さんと原島秀幸さんの出会いは1995年頃で、知人の紹介を通じて知り合ったそうです。その後特に進展はありませんでしたが、2000年頃に再会。再会当時の原島秀幸さんはホストクラブを経営、自身もホストとして活動し、カリスマ的人気を得ていました。キューティー鈴木さんはすでに現役を引退しており、金銭的にはさほど裕福ではありませんでした。お客さんとしてお金を入れるほどの余裕はなかったので、とにかく会う機会を増やしてアピールしたそうです。1回来店するごとに1時間滞在を、なんと約5年間も繰り返しました。熱意は実を結び、2005年に2人は入籍。原島秀幸さんは年収5000万円とも言われたカリスマホストです。きっと想像を絶するほどモテていたでしょう。そんな人をお金に物を言わせずに虜にしたのですから、キューティー鈴木さんの情熱は凄まじかったのだと思われます。原島秀幸さん曰く、嫉妬しない性格に惹かれたとのこと。酔うとプロレス技をかけられることもあるけれど、物欲もなく家庭的な面も素敵だと語っていました。二人は2005年5月5日に結婚し、同年7月10日に都内で結婚式を挙げています。原島秀幸さんは2006年頃にはまだ自身のホストクラブプレジデントに出ていたようなので、結婚してからもしばらくはホストとして活動していた様子。そのためか結婚当初はお金の使い方が派手で困惑しているとも語っていました。2011年には夫婦揃って新婚さんいらっしゃいにも出演。結婚から6年経過しても仲の良い姿を見せていました。2024年現在、夫婦揃ってメディアに姿を見せる機会は多くありませんが、目立ったスキャンダルなどもありませんので仲は良好だと思われます。キューティー鈴木さんと旦那の原島秀幸さんの間には2006年7月25日に長男が緊急帝王切開で誕生したことが分かっています。そして2011年7月21日には不妊治療の末に次男を出産しています。流産経験があるらしく、インタビューを受けた際には、不妊治療をしたのは3年近くです、流産もしました、3つ目の病院でようやく妊娠できた1ヶ月ぐらい前、かなりいいところまで行けて妊娠しましたと言われたんですね。でも次の日に流れちゃった、すごいショックで、たまたまその日は長男と一緒に病院に行く日で、出血もしてたし背中も痛いしダメかもしれないなぁと思っていた反面、もしかしたらという希望もあって、でも流れたとお医者さんから言われた時、長男が大丈夫だよ、シュートがいるからって
なんて可愛い子なんだろうと思った次の月に妊娠したんです。41歳でもうすぐ42歳になる時と明かしています。子供たちにとって母親であるキューティー鈴木さんは弱いイメージのようで、試合動画を見せると不安がっていたようです。キューティー鈴木さんの長男が受験を迎えた年には、母親として手続きに苦労するエピソードも。長男はママは優しいよって言ってくれますが、息子の同級生は私のことをネットで見ているのか、その笑顔が怖いって言ってました。わら。子供たちには好きなことをやらせていて、二人ともサッカーをやっています。今時の子なので、たまに子供たちを見ていると、そんな文句言ってるより練習しろって思っちゃう時はありますね。それより初めての受験で、ネットで学校説明会の予約をしなきゃいけないし、受験の申し込み書類が複雑で私も苦戦していますね。長男は食べることが好きなので、ご飯だけはしっかり作ってあげていますと語っていました。子供たちがプロレスに興味を持っているかどうかは不明です。そんなキューティー鈴木さんは現在、主婦をしながらもテレビ番組やイベント出演などの依頼があれば出演しており、格闘技興行のゼネラルマネージャーも務めているようです。またプロレス愛は相変わらずのようで、プロレス業界を盛り上げるために尽力しています。キューティー鈴木さんは現役時代にはほとんど怪我もなく、さらに異中の人とも結婚して幸せな家庭を築き、現在までに仕事も合わせて順風満帆のようですね。現在の自宅の場所は不明ですが、結婚当時は都内にある3階建て 3LDK に住んでいたようですので、そのままずっと住み続けている可能性もあるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回紹介したキューティー鈴木さんに関する生い立ちや結婚から流産経験と現在についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。